NHK 大河ドラマ「光る君へ」日曜午後8時で藤原の道綱を演じるタレント上地雄介が22日までに自身の SNS を更新共演する俳優江本タスク、お笑いコンビロバート秋山隆二との3ショットを公開した藤原の道綱を演じるタレント上地雄介が22日までに自身の SNS を更新共演する俳優 エモタスク、お笑いコンビ、ロバート、秋山隆二とのサンショットを公開した。上地は自身のインスタグラムに、兄のように面倒見が良い弟、道長。人を引きつける人見知り、サネスケ、シャープ光る君へ、突づり、藤原の道長を演じるエモと藤原サネスケを演じる秋山との仲睦まじいサンショットをアップ。兄弟のようで相方のような二人に挟まれて楽しいです。 と明かしたこの投稿には、素敵素敵なサンショットをありがとう、みんないい笑顔、仲良し度が伝わってくる、いい写真、大好きな3人現代でも仲良しで嬉しい、などのコメントが寄せられている。藤原実助を演じる秋山との仲睦まじいサンショットをアップ。兄弟のようで相方のような2人に挟まれて楽しいです、と明かした。この投稿には素敵 素敵なサンショットをありがとう。みんないい笑顔、仲良し度が伝わってくる。いい写真。大好きな三人現代でも仲良しで嬉しい、などのコメントが寄せられている。上地は自身のインスタグラムに、兄のように面倒見が良い弟、道長。人を引きつける人見知り、サネスケ、シャープ光る君へ、とつづり、藤原の道長を演じる江本。 藤原さねすけを演じる秋山との仲むつまじい3ショットをアップ。兄弟のようで相方のような二人に挟まれて楽しいです、と明かした。この投稿には、素敵、素敵、なサンショットをありがとう。みんないい笑顔、仲良し度が伝わってくる、いい写真、大好きな3人現代でも仲良しで嬉しい、などのコメントが寄せられている。 藤原さねすけを演じる秋山との仲睦まじい3ショットをアップ。兄弟のようで相方のような二人に挟まれて楽しいです、と明かした。この投稿には、素敵、素敵、なサンショットをありがとう。みんないい笑顔、仲良し度が伝わってくる、いい写真、大好きな3人現代でも仲良しで嬉しい、などのコメントが寄せられている。